今回は、精神疾患があると診断された一輝が、変な施設に連れて行かれてしまったというエピソードをご紹介します。スタッフの目を盗みながら、スレに今の状況を書き込んでいく一輝。果たして、一輝はなぜこの施設に連れて来られたのでしょうか。そして、無事に帰ってくることはできるのでしょうか。変な施設に入れられてるんだけど。この間見回りに見つかって書けなかったから、今日こそは書く。かれこれもう1ヶ月くらい施設に入れられてる。話はちょっと前に遡る。俺は以前、都内の商社に勤めていた。職種は営業だったんだけど、向いていなかったのか成績はさっぱりで、いつも上司に怒鳴られていた。毎日毎日叱られるもんだから、当然ストレスは溜まっていく。が、この時はまだ頑張れていた。しかし、ただでさえ成績が悪いところに、でかい売りかけ先での不渡りを出してしまった。もちろん上司大激怒、でひどく叱責された。そこで、俺の中で緊張の糸が切れてしまった。外回り中に車の中で倒れ、危うく交通事故を起こすところだった。雪がけの人に救急車を呼んでもらい、病院に運ばれた。病院で診察を受けたところ、うつ病と自律神経失調症と診断された。俺はこれ以上仕事を続けるのは無理だと思い、会社を辞めることにした。会社からは若干慰留されたものの、割とスムーズに退職することができた。この時にはうつ病がだいぶ重くなっており、何をする気力もなかった。なので岐阜にいる両親に都内まで出てきてもらい、マンションを引き払い家財を処分してもらった。その後しばらくは、実家で療養生活を送っていた。状況が変わったのは1ヶ月ほど前の土曜日の朝。いつものように実家の2階でぼーっとしていると、母から1階に降りてくるように言われた。食事以外で呼び出されることは全くなかったため、俺は少々いぶかしがりながらも、言われるがままに1階の母の元へ向かった。1階に降りると、父と母、それにクリーム色の上下に身を包んだ中年の女性が座っていた。クリーム色の女性から自己紹介を受けたが、頭がぼーっとしていたせいで覚えていない。そして母から、この人についていくようにと言われた。俺はすぐに外出の準備をするように言われ、わけもわからないまま荷造りした。そして30分後には、クリーム色の女の車に乗せられていた。クリーム色の女の車には、もう一人男が乗っていた。俺が会釈すると、軽く会釈を返してくる、柔和そうな男だった。両親と別れるとき、父はずっとうつむいていた。母は泣いていた。ともかくわけもわからぬまま、女の車は出発した。出発してから間もなく、男がアイマスクをするように言った。なんでそんなことをしなきゃいけないのか、と聞いても、とにかくしてくださいの一点張りで押し問答が続くだけだ。30分ほどそんなやりとりをしていたが、最終的に俺が折れてアイマスクをした。アイマスクをしていない時に得た情報から、車はどうやら長野の松本方面に向かっているようだった。怖いな。アイマスクをして車に揺られているうちに、俺は眠ってしまった。何時間走ったかわからないが、気がつくと施設に着いていた。手を引かれながら車から降り、アイマスクを外す。施設は白い壁の綺麗な建物で、クリーム色の女と同じ格好をした人が何人もいた。突き櫓など、農具を担いだ人が多い。ちなみに車に同乗していた男も、クリーム色の上下を着ている。綺麗でしょう、素晴らしいでしょう。女はそんなことを言っていた。そして、自分の部屋に案内される。自分の部屋、と言っても、ユースホステルのような相部屋で、プライベートなスペースはなさそうだった。部屋に荷物を置いて、これからどうするのかを女に聞いてみる。夜まではすることがないというので、とりあえずベッドで寝た。女に起こされた時には、もうすっかり日が暮れていた。今から夕食で、その場で自己紹介をしなさい、ということで、食堂へ案内された。食堂には、ざっと100人くらいの人がいたと思う。年齢性別はバラバラで、小さな子供以外の人種は大体いた。俺は食堂の一番奥に通されると、伊藤です、よろしくお願いしますと自己紹介をした。そして、空いていたテーブルで夕食を取った。一人でもそもそと飯を食っていると、隣に座った中年女性が話しかけてきた。その女性が言うには、今食べている米や野菜は、全部この施設で作られたものらしい。俺はそうなんですかと感心しつつ、ここが山岸会の施設なんじゃないかと疑った。山岸会って知らなかったから検索してみたけど、これ、一文だけ抜粋。幸福会山岸会とは、農業牧畜業を基盤とした理想社会を目指す活動体。通称は山岸会山岸。謎の施設に到着し、食事を取った後眠った一輝。果たして、これから何をさせられるのでしょうか。翌朝は5時に起こされた。朝起きてラジオ体操第1第2、そして団体のテーマソングみたいな歌を全員でしょうわ。それから朝食をとって、農作業に向かう。俺はトマト班に振り分けられて、トマトの栽培を担当することになった。しかしこのトマト班、みんな性格が悪い。俺は農業なんてやったことないから、みんなにやり方を聞いて回るんだけど、
みんなはわからないんなら手を出すなって感じの態度で、誰も教えてくれない。やる気もなくなっちゃって、1ヶ月経っても見てるだけだ。さらに、この施設内でかなり複雑な派閥があることがわかった。トマト班とレタス班は仲が悪い、とか、ナス班はトマト班より中立である、とか、米班はナス班の上位派閥であるとか、とにかくややこしい。さらに、俺を連れてきた女のように、施設の運営に携わる人間にも派閥があり、施設内ではスタッフと呼ばれている。それが俺たちのような入所者の派閥と混ざって、それはもう大変にややこしいことになっていた。変なとこに入れられたんだな。数日経つと、俺もこの施設がカルト教団絡みなんじゃないかと疑うようになった。しかし俺の両親がカルト教団にハマっていたなんて聞いたことないし、ハマる理由もない。それに、日々の生活を見てみても、何かをあがめ立て祭るというよりは、みんな仲良く生活しよう、というのが一義的な目的のように感じられたトマト班は別として。だが、携帯電話は没収される、インターネットも基本的に使えない、先日たまたま無線の電波をキャッチできる場所を見つけた。というように、外部との連絡は遮断されている。両親とも、家を出てから今まで連絡を取っていない。20世紀少年みたい。さらに、定期的にスタッフの監視が入る。彼らは一日数回、入所者の部屋を回っては、何かを見張っているように見える。先日すれ立てした時も、スタッフに見つかって強制的に辞めさせられた。逃げようとは思わないの？逃げ出そうにも、周囲は見渡す限り山ばかりで、とても逃げ出せそうにない。靴も知らない間に没収されていて、今は作業用の長靴しかない。施設の生活自体には、満足していないわけじゃない。ただ、この暮らしがいつまでも続くのかと思うとゾッとする。ネットだって、いつでも使えるわけじゃない。今だってスタッフの目を盗んで書き込んでいる。県庁所在地も何もわからない。外界と遮断された環境で暮らすことが、こんなに辛いとは思わなかった。節穴してみて場所が少しでもわかれば周辺のやつで助けに行けるだろ。俺は行かないけど。節穴しろよ。野良で繋いでるなら問題ないだろ。これでいいか？どこ？飛騨高山だろう。ギフト借りあるだな。岐阜かよ、飛騨高山なんて IP 初めて見た。 Google Earth で探してみるか。ここからビッパーが一気を助け出す壮大な物語が。明日も早いからもう寝ます。話を聞いてくれてありがとう。久々に外の人と触れ合ったよ。一体いつになれば出られるのか。あと、多分山岸会ではないです。多分周りは山ばっかなんだろ。誰か飛騨高山あたりに住んでる人いないの？でかだしじゃね。進行かよ。さっさと脱出しないと病気になっても出させてくれないし薬ももらえないぞ。進行ってとこの道場とやらを洗ってみたけど山のど真ん中ってとこないしな。やっぱ地図には出てないのかな。高山はいいところだがそういう施設多いよな。逃げれなそう。しかしなんで一致の親はそんなとこに連れて行ったんだ？親はおそらく青少年育成に惹かれたんだろうな。一致を一人前にするために。うつならもっと違うとこあったろうにな。きっとこの辺だろうな。右上の農園かな。とりあえず一致が車で保守するか。こんにちは、一致です。昼休みになりました。一致お帰り。朝が早い代わりに、昼休みは長く12時から3時まであります。過ごし方は自由で、運動したり読書したり昼寝したりもできます。今俺は、小説を書くふりをしながら書き込んでいます。無線でネットに繋いでいることは、まだバレていないみたいです。自分の身の安全だけは確保しとけよ。カルトは何があるかわからんからな。今までの書き込みの中に、宗教信仰の名前が出ていましたが、てかざしはやったことがないので、違うかもしれません。宗教っぽいところというと、毎朝の歌くらいです。ここから出たいか出たくないかというと、今の気持ちは半々くらいですね。昨日言ったように、外の世界と交流したい気持ちはありますが、この施設に入ってから、病気の方は確実に良くなってきているので、昨日言ったように、不定期で見回りがある上、敷地は柵に囲まれているようなので、逃げ出すことは難しいと思います。今のところ、隔離されている以外は実害もないので、逃げることは考えていません。もう10年以上この施設にいる人もいるようで、確かに居心地は悪くないです。それに、まだ逃げる気力がない、というのもあります。今日は米班に混ざって田植えの準備を手伝いました。基本的に作物ごとの班分けですが、繁忙期や収穫期に合わせて、人の移動はよくあります。午後からもまた田植えの準備をする予定です。トマト以外の作業になると、班のみんなはなぜか急に仲良くなります。一致スペック。朝が早いので、昼寝をしないと眠いですね。28歳、男、174-67、無職。ログを見ると、助けに来てくださるという方が見えますが、多分場所がわからないと思います。私自身、施設がどこの辺りにあるのか、山奥ということ以外皆目見当もつきません。節穴したところ高山市内のようですが、高山市も大変広いですので、もう少ししたら昼寝に入るので落ちます。
高山市の面積は、確か東京都と同じくらいだったと思います。私も地元なのでよくわかりますが、面積の9割程度が山林です。そんな中からこの施設を探すのは至難の業だと思います。建物は何の特徴もないコンクリート造りです。学校の校舎のような造りを想像してもらえればわかりやすいかと思います。看板などはかかっておらず、ぱっと見何の建物かわかりません。ひょっとしたら、外の入り口には看板がかかっているかもしれません。前に建てたスレってこれか。こんな施設で資材一切ないのに午後6時頃からなぜか PC でネット、しかも偶然電波を拾ったとか言ってる。そんな山奥に偶然拾えるような電波ないと思うが、前は見つかって止められたとかこのスレでは言ってるのに夕食なので落ちるとか、このスレでは言ってるしなんか釣りじゃねえのこれと思ってしまった。そうです。あの後見回りのスタッフに見つかり、PC を1日取り上げられました。歌の歌詞とかわかれば書いてほしいんだが、それで何かわかるだろうし、正体不明な団体にいるのって不安じゃね？今日この朝に光あれ、絶えなき地をここにあり、我らを照らす陽光よ、天地あまねく日は昇る。こんな歌詞です。ちなみに、歌は3番まであるらしいのですが、いつも1番しか歌わないので、歌詞がわかるのも1番だけです。ていうかなんかノルウェーの森思い出した、あれも山奥、農場系、精神施設だろ。8日目のセミに出た施設思い出した。そんな中、あるスレ民が別のスレで怪しい書き込みを見つけ、指摘しました。日本でいう上級職って何？パラディン。これは一致？パラディン、FF 思い出した。創価学会みたいに、戦後作られた宗教ではない。でも、やばい部分もたくさんある。しかも、それは隠蔽されている。助けてくれ、俺は逃げられない。お前はジョンコナーかよ。463見てもうダメだと思った。パラディンとか言ってる場合じゃなかった。爪が甘かった。宣言来た。わろた。釣りだったの？うん。変な施設に入れられた嘘、うつ病本当、飛騨高山住まい本当、凸とかはやめてくれ。高山で合流する？パラディン。パラディンで敗北宣言わろた。マジで、あれがなければもう一晩くらい引っ張ってもよかったんだけどな、乾杯だよ。トマトハニャラの版ごとの攻防とか面白かったよ、オツ。我ながらバカなこと書いてると思ったよ。別に違うとこにレスしても普通じゃないかな？時間がな、自分の中の設定と辻褄合わなくなっちゃうんだよな。何このあっさり塩味釣り宣言、ところで一高山のどこ住みよ。詳しい地域は勘弁。釣りとか。あと、そんな施設は存在しない。信仰や創価学会の道場は山の中にたくさんあるけどね。パラディンで終わる釣りってなんだよ、わろた。パラディンって書き込まなければよかった。パラディン。一致が愛らしすぎて叩く気がしない。オチはどうするつもりだったの？何も考えてなかった。適当に釣り宣言して終わらせるつもりだった。仕事辞めたのは本当？本当。今無職。おつ、面白かったよ、パラディン。ありがとう、すまなんだ。ああ、パラディンさえなければなー。うは、いや楽しかったぞ。ただパラディンがなかったバージョンも見たかったが。もう一晩くらいは引っ張るネタを考えてたんだけどね。パラディンなんて書き込んだ自分が憎い。創作って歌詞も考えたのか。歌詞も即興で作りました。歌詞はいつ突っ込まれるかハラハラしてた。釣り宣言してなかったら多分そのまま信じてたわ。釣りです、すみませんでした。そんな宗教団体も怪しい施設もありません。釣り、そう。一致も当然そう思っていた。自分で作った話なのだから。おい、やめろよ。なんか怖いじゃないか。いかがでしたか？結局は釣りスレでしたが、なんだか可愛らしい一致でした。こんな釣りスレは、ちょっとほっこりしてしまいますよね。変な施設に入れられていたわけではなかったですが、うつ病であることは本当なようなので、一致にはゆっくり過ごしてもらいたいですね。続いてはこちらのスレを紹介します。今回ご紹介するのは、一致がある施設で怪しい会に参加させられた時のエピソードをご紹介します。奥さんに頼み込まれ、仕方なくその施設に行くことにした一致。人間を洗脳するための施設では、一体どんなことをさせられたのでしょうか。俺が2泊3日で洗脳施設にぶち込まれた話。だったら書く。はじめに断っとくけど〇〇今日？とか〇〇会？とか聞かれても俺は答えないのでお願いします。わかる人はすぐわかるしそれで合ってます。まず夜10時、貿易に集合、重い足取りで向かうと黒ずくめの異様な集団が駅の一部を占拠している。この時点でかなり凹む。聞くところによると参加者およそ300人、そばを通り過ぎる華やかな女の子たちとの温度差が半端ない。みんな奇妙な目で見てくるので早く消え去りたかった。そして大型バス数台に分けられ出発、5時間ほどかけ日本海側の冒険へ。サービスエリアに立ち寄り、最後のシャバの空気を吸う、コーヒーや肉などの嗜好品をたしなむ、酒なんか飲んだら殺されると思って避けた。
この件、初めて来るのに、もっと違った形で来たかった。パンツ脱いだ方がいい？パンツは履いといてくれ。後で書こうと思ってたけど俺はこの2泊3日、女に会ってない。そしてまだ暗いうち、4時頃、施設に到着する。引くほど立派な門に玄関前の広場、左右にはなんか像とかありがたい文が書いてある石碑があって、順番にその前に整列させられる。それぞれの前で礼をさせられる。スーツのまま、体育館みたいなところに押し込まれる、小さなグループに分けられ、背の順に整列。代表の開会宣言みたいなものがあり、突然開花のメロディが流れ出す。わかるわけねえだろと思ってたら周りの全員がありえないほど大声で開花を歌い出す。俺し、またへこむ。一旦部屋に通される。部屋はカクカクのベッドが8つあり、8人ずつのグループに分けられているのでそれぞれのベッドに荷物を置く。部屋自体は質素だけど清潔ではあった。あらかじめ用意された白いシャツ、白いジャージに身を包む。これから何が起きるのかさっぱりわからない。なんで行っちゃったの？俺が行った理由はそれにハマっている神さんに強く頼まれたからしぶしぶ行った。これっきりだ、と伝えて。そして全員が白い服の集団が再び体育館に集まる。それはもう異様な光景だ。20から60くらいの男が白ずくめできちっと整列させられてるんだ。そして屋外訓練と呼ばれるもののデモンストレーションが始まる。6人くらいの精鋭たちが前に整列させられる。リーダー格は石原良純と宇戸鈴木を足して割ったような185センチくらいの巨人。やることは何のことはない。発声練習や呼吸訓練、整列の訓練などだ。しかしそのテンションたるや尋常じゃない酒か薬でも入ってんのかと思うほど大音量で。あ、え、い、う、え、お、あ、お。と顔を真っ赤にして叫ぶ。宇戸純はさすがの体育で声もひときわでかい。デモンストレーションを見た後は8人の班を2つくっつけ、16人のグループになる。そのうち1人はリーダー研修を受けた猛者なのでその人の指示に従う。俺のグループのリーダーは黒靴やガーリ眼光鋭い弾丸のような男だった。先ほどのような単純な訓練をたっぷり3時間半行う。ちなみに時計を持つことは禁じられている。3時間半はスケジュール表で確認した。バス移動でよく眠れず、飯もろくに食わず、発声や呼吸の訓練のせいで酸欠状態、意識朦朧だ。訓練の間は本部の人間が巡回しており手を抜くことは許されない。手を抜くと顔を5センチくらいの距離に近づけられ個別レッスンが始まってしまう。それが終わると次は座学、いかにこの会が素晴らしいか、この活動が崇高かということを2時間かけて説明してくれる。疲労、空腹、酸欠状態の乾いた頭にありがたいお話が染み込んでくる。ああ、これが洗脳の手口なんだ、と思った。そして待ちに待った昼食。この時点で俺はまだ研修会感覚だったので飯くらいは日本海の海の幸や山の恵みを堪能できるかな、と期待していた。しかし食堂に通された時点でその期待は粉砕される。すでにボンにはカレー、味噌汁、変なサラダ、茶が並んでいた。しかしまだだ、冒険名物のスペシャルカレーなのかもしれん。まずいクソまずい、うちのママンの飯よりまずい。すべてがぬるい、カレーも味噌汁も茶もサラダも全部ぬるい。驚くべきはみんなの食う早さ、豚ですか？って勢いで食う。300人もいるのに誰も一言も喋らず、箸とスプーンの音だけが食堂に響く。食事時間は10分だ。ふと見ると食堂の出入り口の横の机に AED が置いてあった。今まで何人がこれのお世話になったんだろう。休む間もなくまた訓練、座学、飯を吐く人間モデル、合わせて4時間みっちりやる。そして入浴、入浴の時間が45分取ってあるが300人が順番に使うので実質10分である。入浴といっても入浴場を見るとシャワーしかない。スポーツジムにあるようなシャワーが全部で20個くらいある。しかし汗を流せるだけでもありがたい、と思ってしまうあたり俺の洗脳が進んでいる証拠だ。この組織では質素倹約が良しとされている。自衛隊か？そしてへこむほどまずい夕食の後、今回最大のメインイベントが行われる。本部の偉い人、多分組織のナンバー2くらいのおじいちゃんを囲む夕べが行われるのだ。100畳ほどの大広間にみんな上気した顔で集まる。椅子に座った先生を囲むように扇状に座る。もちろん正座だ。なんだろうみんなの興奮したあの感じ。刑務所でプロのマジックショーを見る感じ。駐屯地にポルノスターの慰問を迎える感じ。先生のありがたいお話を、涙を流さんばかりに聞き入る構成員たち。興味のない俺も先生が神々しく見えてくる洗脳は順調である。それが終わるとお楽しみ中のお楽しみ、先生に意見や質問を直接ぶつけることができるのだ。多くの構成員たちは悩みを抱えており、その悩みを先生にぶちまける。様々な悩みがあるが、ほとんど先生が共通していることは、迷いや不満、不安は自分たちの心の不甲斐なさである。辛いことがあっても原因を外に求めず己を見つめさらに精進しなさい。ということだった、まさに社畜の思考である。大したこと言ってねえな先生。先生のありがたいお話が終わってからも、まだまだ眠ることはできません。
夢のような1時間40分はあっという間に過ぎ、部屋に帰るではなくまた食堂に連れて行かれる。ここでは今日1日の学びを原稿用紙にしたため、自分を振り返るということをさせられる。これが1時間である、テラブラック、その後8人のグループで反省会、1時間。ようやく就寝、電気が消えた瞬間から班員のいびきが一斉に始まる、俺し、寝れない。23時就寝、3時半起床、なんであの人たちすっと起きれるの。朝こそこの会の真骨頂である、この会は早朝から起きることもメインの美徳の一つである。朝の決起会を終え、昨日の訓練を行う、これら合わせて4時間。ようやく7時半になったらしく、まずい朝食。最後の訓練は全員で行う。今まで16人でやってきたことを300人で揃えるのである本部のエースが司令台に上がり、朝と思えないテンションで号令をかけまくる。どうやら全員がビシッと決めない限り終わらせないつもりらしい。これを終わらせるのに1時間半かかった、60のジジイどもが足を引っ張りすぎたせいだ。そしてみそぎと呼ばれる大掃除、館内が綺麗なのはこのためだろう、もう便器を舐める勢いで掃除する。そして感動の閉会式、あの不気味な開花も清々しく聞こえてくる。先生のありがたい締めのお話に深くに潜っとくる。あっさり洗脳されんじゃねえよと思うかもしれないけど、激しい疲労があるとこに精神的な教育を受け続け館内全体がそういう雰囲気だと本当に危ない。俺はいい大人だしネラーだしひねたものの見方をするからまだマシな方だと思う。年派も行かない少年を拾ってきて毎日アラー最高って言ってたら半年で腹に爆弾巻くようになるのもわかる気がする。そして下山、バスの中では実感が湧かなかったけど、サービスエリアで地面を踏んだ時、一般人を見た時、女の子を見た時は涙が出た。まだ油断はできないけどああ、現世だと思って、土産屋のおばちゃんが気さくに話しかけてくる。何社員旅行？温泉よかったやろ？何飲みすぎかいな。うるせえババア。ストレス発散にはいいんじゃない？一泊二日くらいなら。関わらない方がいい？人生ダメになる。そして来た時の駅に到着、解散、もうたった数日なのにすごい疲労感だった。俺ってこんなに弱かったの？って思った。それだけでもまあ収穫かなと。そんで駅でビール買った、マック買った、超うまい、泣ける。ケンタッキー食った、ビール飲んだ、泣ける。マジあの時の俺開示よりいい顔してたと思う。嘘くさすぎわろ。だらだら書いてすいません。とにかく俺が感じたのは、宗教に気をつけろ、人の心は好きだらけだ。自由と平和は素晴らしい。健康あっての不摂生。以上です。こんな感じでした。一泊二日じゃねえか。わろた。どう見ても一泊二日です。ああ、3時30分出発は冒険のサービスエリアだよ。そこに行くまでに5時間くらいかかったので前日の10時集合でした。車中泊を入れて2泊3日って言っちゃった。こんなもんに夫を送り込む嫁とか嫌すぎるんだが。よくそんな嫁と結婚したな。いかがでしたか？今回、一致は無事に帰ってくることができましたが、かなり危険な場所であることが伝わってきましたよね。一致の奥さんから頼み込まれていったということでしたが、一致と奥さんの関係が心配になってしまいますね。完全に洗脳されることがないと良いですが、今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。